てと、最初の予定通りボース地方に向かわなくちゃね。まだ実験が起こっていない唯一の地方になったわけだし。ええ、そうね。ただ現状でボース地方では妙な事件は起きていないそうよ。ある程度ロレントの仕事を手伝ってから出発してもいいわね。うん、わかった。一通り用事を済ませたら発着場に行くとしましょう。線のチケットならもう手配しておいたわ。発着場のアランに言えばすぐに手続きしてくれるはずよ。これで実験のない地方はボース地方だけとなったわね。今まで以上に厳しい旅になるかもしれないけど、あなたたちならきっと乗り越えていけると思うわ。頑張ってきてちょうだい。健闘を祈っているわ。
Thank you.
エステル君たちか。事件の顛末についてはアイナ君から聞かせてもらったぞ。まだ捜査中の件も多いそうで、全てを聞けたわけではないが、はあ、まったく不可解な出来事もあったもんじゃの。分かってないことが多いのは私たちだって同じよ。とにかく今は各地の事件をひたすら追ってるところ。そうするうちにいつか真実に近づけると信じてね。うん、わしも事件の真相は市民に伏せておくつもりじゃ。昏睡事件が解決した今になって不安を煽りたくはないからの。そうね、助かるわ。ここで下手なことを言っても混乱を招くだけでしょうし。また次の地方へ旅立つそうだが、くれぐれも気をつけてな。諸君の相手はよほどの癖者のようじゃからの。うん、覚悟はできてるわ。それじゃあ市長さんも元気で。うん、元気で戻ってくるんじゃぞ。お、エッセルちゃんたち、今回はお疲れさんやったね。うん、ケビンさんも。ほんと助かっちゃったわ。ティオたちのことありがとうね。なんのなんの、これぐらいお安い御用やって。
なんといっても愛するエステルちゃんのためやもな。またまた調子いいんだから。ほんと軽口にかけては誰かさんといい勝負ね。軽口とは心外な。僕はいつだって本気さ。余計たちが悪いじゃない。邪魔が入っちゃったけど、ケビンさんはこれからどうするの？実はまた教会巡りをせなあかんねん。ちょいと野暮用ができてしもうたんや。野暮用ね。とかなんとか言って重要な用事だったりしない？ここに立ち寄ったのもたまたま通り道だったとか。エステちゃんなかなか鋭いこと言うな。まあその辺の事情はそのうちっちゅうことで、近いうちに情報交換させてもらうわ。うん、そうね。その時はお願いするわ。それじゃあケビンさんも気をつけてね。おう、エステルちゃんたちもな。ここなら何か釣れそうね。
Thank you.
ここなら何か釣れそうね。女神様、お願いします。あの綺麗なお姉さんと、お、女神様、お願いします。あの綺麗なお姉さんと、お近づきになれますように。ここならな。
ここなら何かつる。やあ、エステル、もう出発しちゃうのかい？